上級編の皆様にはですね、そのいわゆるメジャーのコード、メジャー、ごめんなさい、メジャーキーの曲の、ドミナント、サブドミナント、トニック、この3つを使って、ソロのアプローチの第一歩ですね、そのサウンドをしっかりとつかむというトレーニングをやりたいと思います。どういうことかというと、基本的に従ってこれはサブドミナント、ドミナント、トニックです。で今回はこの主要3和音、トニック、サブドミナント、ドミナント、主要3和音の中にあるガイドトーンを使ってのトレーニング、ただ吹くんではなくてそのガイドトーンをグルーブさせる、これはあの次のレクチャーで僕がやっていますけども、ガイドトーンを使ってそこからいろいろハーモニーを広げていったり、そういうことをやります。なので、このガイドトーンを使うんですが、まず説明をしたいと思います。